はい、というわけでプレイしていきたいと思います。 7 days to die。 健康値が少し下がりました。原因はあいつです。で、今からちょっとやらないといけないことがありまして、ちょっとね頑張ります。この段差はちょっと危ない。これ段差危険。この段差危険。よし。この段差も危険。よし、行くぜ。あ、やべ、怖い。後ろゾンビいねえよな。ゾンビが割り込んできたら、それが一番俺は怖いぞ。よし、行くぜ。あのゾンビ、ちょっと待って。あのゾンビは邪魔だ。あのゾンビ邪魔だ。あのゾンビ死んでもらおう。よし。早い、超早い。ほら。よいしょ。いて。一発もらった。まだだ。まだファーストエイドはいらん。わほう。ほい。いやほう。ちょっと。うわ、いて。ファーストエイド。あ、そういうの。ちょっと待って。目の前白い。わほう。いてー。痛い。ちょっと待って。落ち着け。休憩。休憩するからちょっと待ってね。オッケー。これを入れて、これを飲んで、ちょっと待ってね、クマさん。ちょっと飲み物飲んでるから。さて、手の汗をね。よし、もう一回行くか。じゃあ待って、ファーストエイドキット、バンテージ作ろう。待て、落ち着け、バンテージ。オッケー。よし、行くぜ。よし、帰ってこい。え？クマさん、あなた、どこ入っちゃったの？もう一回回復しよう、クマさん、もういいよ。もう出てきていいよ。クマさん。左。右。うわあああああちょっと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 あっとけあっとけあっとけ焦った。眺めてたら突っ込んできやがったこいつ。マジかよ。え、どこ行った？あれ？クマさん？クマさん、どこ行っちゃったのかな。クマさんいなくなっちゃった。ああ、俺に恐れをなして逃げてったな、もうな。よし。クマ退治成功です。よかった。いやー、借りは返した、これで。クマやば。無理だってあんなん倒すの。一発どんだけ食らうんだよ。せめてさ、俺さ、このチェスト修理してくればよかったね。この2枚修理してたらもうちょっとまともに戦えてた気がする。よし。もう満足だろ。満足だ。とりあえず、絶対間違ってないのは、クマと近接しようと思うのは良くないと思います。クマと近接は絶対ダメ。これは間違いないわ。もうやばい。ちょっととりあえずお洋服修理してこよう。次のクマが現れるかもしれないし、お洋服修理して
もうちょっとヒールセットを持ってこようか。もう一匹ぐらいクマいるだろう。お洋服を修理して、こっちじゃなくていいか。これで直で修理するか。どれだ、これか。リペアーテイク、オッケー。でこれもリペアー、オッケー。これでまあ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 の防御力いったでしょう。こいつもちょっとリペアするか。サラボ来たね。サラコー、サラコー。あ、ちょ待って、サラコ、待って。聞いてない。そっから入ってくるのは聞いてない。サラコが降ってきたんだけど。サラコが降ってきた。ちょっとお洋服をね。修理したいんですよ。あー、もうちょいだな。まあいっか、これで。いやー、やばいわ。ちょ、犬めっちゃ来てるじゃん。犬。ちょ。ちょっと待って、なんでそんなに俺に当たるの。どっから入ってきた。俺がさっき開けたところ違うよね。なんか今日動物の日だね。よし、うん、何をしようとしてなんだっけ。もうクマ出てこないじゃん。もう夜終わっちゃったから。終わっちゃったね。しゃあないな、しゃあないわ。そういうこともある。じゃあもう今日の動画はこれで終わりにしよう。うん、そういうこともある。また今度リベンジしますわ、クマさんには。ちょっといい感じだったんだけどね。右手と左手があるというのを知らなかったんで。でも右手と左手分かったところでさ、避けようがないよね。左手出したら、ん？待ってよ。クマさんの右手出したら俺こっちに避ければいいの？こう。まあこれがクマだとして、右手こっちだよね。左手こっちだよね。右手来たらこっちに避けるの？左手来たらこっちに避けてカウンター入れる感じ？ちょっと難しい。ナイフスキル100になったから取れるんじゃない？マジですか？マジですか？あ、来たー、ついに来たー。でも、クマさん分解できないよね。ナイフ極めちゃいました。よし。というわけで、じゃあ、12時じゃなくて5時の動画はこれで終わりにしましょう。よろしかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、高評価していただけると、拡散していただけると、やる気も出てきます。クマと戦う。頑張ろう、クマと。クマと戦おう、今度こそ。マジか。そうだな。クマも倒さないとな。普通のクマからやるべきなんじゃないの。ゾンビクマじゃなくて。どっちも一緒かも。一緒だ。あ、やばい。お、セーフ。よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。